週刊少年マガジン、週刊少年マガジン、週刊使用年、マガジンは、講談社が発行する日本の週刊少年漫画雑誌。1959年3月17日創刊。毎週水曜日発売。略称は、マガジン、週漫画。W3 事件の際、手塚治虫が週刊少年マガジンから原稿を引き上げたため、 対立事項を明確にすべく1970年代に劇画路線を取ったことで知られる。近年の少年誌では珍しいノンフィクションのドキュメンタリー漫画が掲載されるほか、一時期は芸能人による連載企画も行われていた。多数の女性芸能人を輩出しているオーディション、企画ミスマガジンをはじめ、グラビアアイドルや人気女優などのカラーグラビアも積極的に行っている。 また、マガジン一押し、若手アイドル連発などと名打って、まだ知名度の低いグラビアアイドルをまとめて掲載する企画が不定期で行われており、中には、オトハや小倉優子など、その後知名度が高くなった女性タレントも出演していた。しかし、2000年代後半以後はすでにテレビで活躍している女性タレント、スザンヌ、南アキナなどが出演することが多い。に、 男性芸能人が出演することもあり、2000年8号では男性バンドの l r ンシエルが、2015年42号では男女4人組バンドの世界の終わりが出演した。ちなみに、本誌の表紙を飾った最初の女性芸能人は1970年43号の藤恵子、表紙を飾った最初の水着アイドルは1972年33号の山口泉である。 読者アンケートは、編集方針の参考という扱いである。週刊少年ジャンプとは異なり、アンケート市上主義ではないが、アンケートで人気がかんばしくなかった作品は、打ち切りとなることが多い。掲載順は、アンケート上位順ではなく、様々な要因によって決定される。例えば、単行本の売り上げや、作品同士の相性を考慮する、特に読者にアピールしたい作品を上位にする。 巻末に、器具漫画を配置するなどである。そのため、常時会掲載でも打ち切られないケースも見られる。いわゆる、シンガリ漫画。人気が低迷したり作者、編集部側の事情などにより、本誌で打ち切りになったとしても、完全に打ち切るのではなく、兄弟誌である、マガジンスペシャルや、月刊アフタヌーンへ舞台を移して連載するケースがある。例として、ドリームスや、 ガチャガチャなどが前社へ、ビンランドサガが、後者へ移籍している。逆に、マガジンスペシャルや、別冊少年マガジンから、本誌へ、舞台移すケースがあり、翔太の寿司や、生徒会役員ともなどが、前社から、神様の言う通りや、リアルアカウントなどが、後者から移籍している。移籍しても、同一タイトルとして話数を継続させるケースも、あれば、移籍を機に会談して、 神様の言う通り、神様の言う通りになど別シリーズとして始めるケースもある。また、彼女とキスする五重の方法のように本誌で短期連載を行った後、マガジンスペシャルで本連載を開始するケースや、ドクターディオのようにマガジンスペシャルでサイドストーリーを行ってから本誌で本連載を開始するケースがある。得意な例として、料理冒険漫画である、中華一番。 は、本誌から、マガジンスペシャルに移籍した後、ま、中華一番、と解題して本誌に復帰。逆に、スミレ17歳、は、マガジンスペシャルで、連載が始まり、スミレ16歳、と解題して本誌に移籍した後、再び、マガジンスペシャルへ戻っている。また、影虎のように、マガジンスペシャルでの本連載を一度休み。 本誌で同名別ストーリーの短期集中連載を行うこともある。その他、マガジンスペシャルや別冊少年マガジンの連載作品が PR も兼ねて本誌で読み切りを掲載することもある。古くは、手塚治虫や赤塚富士尾、角田二郎といった通称、時は総組や小林義則などといった複数の漫画誌を渡り歩いている漫画家を多く起用していた。 九百九十年頃になるとその傾向は一旦低下するが、九百九十九年頃から、再び同社他社の主力漫画家や、他社デビューの漫画家を積極的に起用するようになっている。前者についてはクランプ、中吉や福本信行、週刊ヤングマガジンが該当し、後者については、大暮れこれ人、ウルトラジャンプや北康明、週刊少年ジャンプ、久米田孝治、 週刊少年サンデー、ひろゆき、月刊少年ガンガン、鈴木ひろし、週刊少年ジャンプ、週刊少年サンデー、週刊少年チャンピオン、大久保敦、月刊少年ガンガン、内久誠、週刊少年サンデー、大高しのぶ、ヤングガンガン、週刊少年サンデーなどがいる。その他、農場淳一や板垣啓介など、他社の主力漫画家が一時的に、 週刊少年マガジンで連載を行うことがある。女性漫画家の起用は、早い時期から多く行っているが、ペンネームが男性風になることが多い。例として、平内雅人、元、平内、夏子、島崎譲る、大島つかさ、佐藤文也、恵めぐみひろし、山本和樹などがおり、他市では女性風だったペンネームをわざわざ男性風にした、久保光郎のケースもある。 最近では先、香織や吉川美希、西山優里子など、男性風に変えない女性漫画家もいる。ちなみに、初の連載女性漫画家は、高橋美幸である。ショートギャグにも、比重を置いていることから、専門の漫画家も多く起用しており、過去には、斉藤藤藤や三つ森明、現在は西本秀夫や宇治江と善がそれに該当する。 また島田英二郎のように普段は、他誌で連載をしているが、本誌の連載漫画が救済した時の穴埋めとして、ショートギャグ漫画の読み切りを描くことがある。テレビアニメについては1960年代から1970年代前半にかけては、明日の女王や巨人の星などの有名作品を出していたが、1970年代後半から1980年代にかけては、 アニメ化される作品少なかった。これは上記に記述されている通り、泥臭さ、社会性の指風のため時代背景にあった作品を出すことができなかったためである。1990年代以降は、ラブコメや萌え路線など、指風の多様化によりアニメ化される作品が多くなったが、2000年代になると少子化の影響により、全日枠での放映が縮小され、 新ヤークでの放映が多くなっている。2000年代後期からは他社に先駆け、単行本の限定版に OVA を同梱する、販売形態も行っている。2010年代後期になると、アニメ化される、作品数が著しく減少し始め、深夜、全日体問わず1クールにつき1本放送されるか、どうかもわからない現象が生じている。そのため、 時期によっては全く放送されないこともある。2018年10月現在のもの、五十音順、他紙に連載された作品も含む、ただし連載の途中で他紙に移籍したもの、もしくは逆に移籍してきたものに関しては、アニメ化された時点で本紙に掲載されていたものに限定する。一方、テレビドラマ、実写映画では1960年代に、無用のスケ、70年代に、 愛と誠、野球教の死、飛んだカップルを、80年代には胸キュン刑事、テレビドラマのみ、90年代にはシュート、映画のみ、近代地少年の事件簿、ジーテオなどが放映された。特に、近代地とジーテオは、視聴率も良好であったための地に映画化、さらにはアニメ化もされている。当時におけるメディアミックスの代表作として、 魔法先生ネギマが挙げられ、アニメドラマ化以外にも TV ゲームやカードなど幅広いジャンルで活動している。また、また、かつては ABEX とのメディアミックスでアソボット1959が連載されていた。また、創刊50周年記念として、週刊少年サンデーとの数々のコラボレーション企画がやれたほか、最近ではテレビ朝日のドキュメント番組、ゲット スポーツとのタイアップによる短編作品や女性アイドルグループ AKB48 公認漫画作品 AKB49 恋愛禁止条例の連載が行われる。作中のセリフ表現において苦闘点を原則として用いず沈黙を表すリーダーも3点リーダーではなく2点リーダーまた和を用いるという特色がある。この特徴はマガジンスペシャルや月刊少年マガジン 週刊ヤングマガジン等の系列、派生誌でも見られる、一方、同じ講談社発行のモーニングとその系列誌では、一貫して三点リーダーが用いられている。また、スクールランブルと新役、巨人の星花形の三点リーダーや、さよなら絶望先生の傷ちさとのセリフにある、苦闘点など、例外も存在する。以下、2018年11月7日、 2018年49号、現在連載中の作品、救済中の不定期連載作品も含む。1960年代後半には、ダジャレやナンセンスギャグをメインとしたパンパ科学園が人気だったが、1970年代に入ると変な学校や星一鉄の猛烈人生相談があった。その後、マイマガジンやマイマガナナへと変遷し、 少年誌の読者コーナーでは最もレベルの高い投稿センスを誇っていたが、編集長まで三段腹などが毎週ネタにされていた、次第にジャンプ放送局にその座を抜かれ、さらに2000年代にはサンデー青春学園の影響もあり、ピモピモ広場を最後に現在は廃止されている。なお、ピモピモ広場でマスコットキャラクターとして活躍していた。 鉄腕アトムみたいな髪型にメガネをかけたキャラクターには、国防という名がちゃんと存在し、マイマガナナから出演し続けていた。ただし、イラストレーターは交代している知られざる長寿キャラクターであった。流れとしては、ハルボだけが編集長などと共演。国防が途中参戦し、ハルボと国防のコンビで活躍ハルボがフェードアウトして国防のみとなる。 2008年に連載していたルポ漫画発掘マガジンやろう。似て二人とも実在人物であることが判明しており、国防のモデルは国防さんであった。ただし、ハルボーと実在のモデルは似ても似つかない。2008年16号時点での本誌、累計発行部数は約45億5000万部である。総刊号以外は20号時点の値段。 消費税導入以降は税込み価格。単行本は、講談社コミックスレーベルで発行される。通称少年マガジンコミックス。コード番号は、KCM406 から振られているが、これは1から405までの番号は、KCM の前身である KC が使用しているかである。2015年8月3日より講談社が配信する。 ウェブコミック配信サイト及び同名の漫画アプリ。略称はマガポケ。マガポケオリジナル作品の連載はもちろん、マガジンや別マガなど、講段社各紙の連載中作品の並行連載、過去の人気作品の再掲などをしている。大半の再掲作品はマガジンの作品だが、一部制限紙からの再掲も含まれている。閲覧は無料であり、 大半の作品が毎週更新だが、一部月1、更新、各週更新の作品も存在する。ただし、閲覧期間が過ぎたエピソードは読むことができない。単行本のレーベルは、マガポケオリジナル作品は、マガジンポケット KC で発行されており、遺跡作品は、遺跡元と同様のレーベルで継続されている。マガジン上半2018年32号が、 平成30年7月号による影響で一部地域にて未発送となっていることから無料での公開が同年7月20日から31日まで実施された。オリジナル作品、再掲作品含む曜日別50音順。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。